んにちは。今もなお第一線で活躍している高橋英樹さん。高橋英樹さんの妻は元女優の小林明子さんですが、もうじき結婚生活も50年を迎えようとしていますが、現在の夫婦仲に波紋を呼んでいるようです。高橋英樹さん夫妻の意外な夫婦生活を少しだけ覗いてみましょう。高橋さんは1944年2月10日生まれ、千葉県木更津市のご出身。身長181センチ、体重80キロ、血液型は B 型。趣味は家族、ゴルフ、日本画、書道。ちなみに高橋英樹は本名で、当時の首相東条英機にちなんで名付けられたそうです。また愛称はナイスガイで、1962年週刊平凡史上で愛称を公募したところ、応募総数 14,532 通のうちナイスガイが 3,826 通と圧倒的多数を占め決まったそうです。高橋さんは教職者、キリスト教で、高校の校長も務められたお父さんのもと、4人兄弟の末っ子、姉2人兄1人として誕生すると、チャンバラごっこやめんこ遊びが好きな子供だったそうですが、めんこの絵柄には時代劇スターが多く使われていたため、やがて映画スターに憧れるようになり、高校生の時には映画を週に9から10本も見るほどになったそうで、後に高橋さんは表現するものの面白さに惹かれました。また映画が自分に影響を与えてくれているように、自分が今を生きている人たちに映画を通していろいろなことを訴えることができる、これはとても素敵な仕事だなと思いましたね。娯楽というと映画を見に行くのがほとんどの時代に、その仕事ができるというのはすごく夢に近かったですね、と映画の世界に憧れるようになった理由を明かされています。そんな高橋さんは高校2年生の終わり頃、クラス分けのため将来何になりたいかというテーマで作文を書くことになった時、映画俳優になりたいと書いたそうですが、そのせいでお父さんが学校から呼び出されてしまったそうです。すると厳格だったお父さんは、高橋さんが芸能界入りを希望していることを知り猛反対、芸能界に入るなら感動だとまで言われてしまったそうです。そしてお父さんは、一度受けさせて諦めさせようという考えから、高橋さんが修学旅行に行って留守にしてる間に、高橋さんに内緒でこっそりと日活へ応募書類を送られたそうですが、お父さんの思惑は見事に外れ、第一次写真審査通過のハガキが届きます。そして今度は面接試験に際して、万が一合格したら感動だと言われたそうですが、またもやお父さんの思惑は外れ、高橋さんは見事合格されたそうで、その後高橋さんとお父さんは口を聞かず半感動状態となってしまったそうです。ちなみに高橋さんは試験ではシシドジョーさんの真似をされたそうで、試験の時にジョーさんの真似をしてそれで通った。学生時代から映画を見ていて、ジョーさんの仕草とかを見ていたおかげですと語っておられました。こうして高橋さんは高校在学中の1961年、17歳の時、日活ニューフェイス第5期生として日活に入社されると、同年光源氏で映画デビューし、翌年の1962年には死亡した日活の若手スター赤木慶一郎さんの代役として映画激流に生きる男の主演に抜擢。まだ駆け出しの新人でありながら、大部屋仕出し後経験せず、いきなり役付きでの出演という、当時の新人としてはありえないラッキーなスタートを切ったのでした。ところで高橋さんはデビュー当時、自宅がある千葉市から電車で東京調布市にある日活の撮影所まで通われていたのですが、日活の先輩浅岡瑠璃子さんから講師にわたって演技の指導を受けていたことから、石原裕次郎さんの口利きで調布市の浅岡さん宅に下宿するようになったそうで、浅岡さん宅では浅岡さんのお母さんに食事を作ってもらうなど、物心両面でお世話になったことから、浅岡さんとは今でも師弟のような関係で頭が上がらないとのこと。ちなみに高橋さんはデビュー作光源氏で
朝岡さんの弟役を演じているのですが、10代ながらも大人びたルックスだったため、最初朝岡さんは高橋さんのことをお兄さん役だと思ったと語っておられました。続いて小林明子さんのプロフィールをご紹介しましょう。本名松本明子、高橋明子、生年月日1948年4月9日、出身地大阪府西区、所属事務所アイウェオ企画。小林明子さんは実家が機械金属商松本工商店の二人姉妹の長女として生まれました。幼少期は実家を継ぐことを漠然と思っていたそうですが、1969年の大学生時代に宝塚映画の撮影現場を見学していた際、東宝の関係者からスカウトされ女優としてデビューしました。1971年に大学を卒業し、ドラマなど多くの作品に出演されましたが、1973年には芸能界を引退されています。現在は芸能事務所アイウェオ企画の取締役として、芸能プロモーターとして活動されています。2023年3月15日の結婚記念日では、高橋英樹さんのブログにて夫婦で仲睦まじい様子の写真を投稿されていました。今でも相変わらずお綺麗な姿を披露されていますね。高橋英樹さんと小林明子さんの馴れ初めは、1971年時代劇オランダ左近事件帳にて共演がきっかけになったようです。なんと高橋英樹さんは初対面で小林明子さんに一目惚れだったとのことです。しかし初めはまるで兄弟みたいな感覚から、すぐには恋愛関係へ発展することはなかったそうですね。二人が結婚へ至った期間は3年間でした。高橋英樹さんが妻小林明子さんと結婚を決めた理由は一体どこなのでしょうか。その答えは、先ほどご紹介した高橋英樹さんの一目惚れに関係しているようです。高橋英樹さんは初対面の時にすでに結婚の文字が浮かんでいたといい、小林明子さんへ猛アプローチしていたことから、小林明子さんへ続婚だったことでしょう。高橋英樹さんからすると、妻として受け入れる人は小林明子さんしか想像できなかったのかもしれません。高橋英樹さん夫妻は結婚式についてはメディアへ公開され、大々的に執り行われていたようですが、その場所については詳細を知ることはできませんでした。続いて小林明子さんの闘病についてお話しいたします。高橋英樹さんの公式ブログによると、2018年7月11日に妻の小林明子さんが熱中症により入院していたことを綴っていました。食あたりにより30回近く嘔吐を繰り返し、熱中症と脱水症状を併発していたとのことです。エアコンの入っていない室内にて意識を失って倒れていた小林さんを高橋英樹さんが発見、そのまま救急搬送されました。この時小林さんの体温は41度だったとのこと。大変危険な状態でしたが、間もなく意識は取り戻しました。そのまま回復していき、3日後には退院かと思われた矢先、今度は肝障害を併発。重症熱中症による肝障害は経過3日後以降より発現することが多くあるそうですが、小林さんの場合も同様で、肝静脈周囲の広範な組織壊死が見られました。すぐに血液浄化が行われましたが、一時は生死をさまよう事態となりました。早期より肝障害を想定した慎重な輸液管理、集中管理により大事には至らなかったそうです。この時は一命を取り留めた小林さんでしたが、その後乳がんに侵されていたことを徹子の部屋にて報告されていました。自覚症状は2019年の春頃からあったそうです。自分で触ってみて、右乳房に小さなしこりが2箇所あり、痛みはなかったようです。その後しこりがだんだん大きくなってきたため、同年の終わり頃、県立病院で検査を受けたところ、右乳がんのステージ4と診断されました。手術は不可能、他に効果のある治療法はない、余命半年という厳しい診断でした。この頃リンパ節の痛みはなかったものの、体重が少しずつ減ってきて、脇の下のリンパ節の腫れが感じられたそうです。ほとんど自覚症状がないのにもかかわらず、余命半年と言い渡されたことに呆然としたようです。2020年1月から高度活性化 NK 細胞療法を開始、
2クール12回を行ったところ、腫瘍は縮小傾向、脇の下のリンパ節の腫れも消失。2クール目の5回目が終了した時点で腫瘍の1箇所は完全に消失、残り1箇所も1センチ以下と縮小しました。余命半年と宣告されたのにもかかわらず、手術も苦しい抗がん剤治療もなしに、ほとんど全開した時はまたも呆然としたと笑顔で語っていました。2023年、現在は SNS を見ても分かる通り、大変お元気に暮らされています。すでにご存知な方も多いでしょうが、高橋英樹さん夫妻には子供は一人だけで、長女の高橋真麻さんがいます。しかし過去には3度の流産を経験していました。そのため小林明子さん夫婦は一度は子供を持つことを諦めたといいます。流産自体は多くの妊娠で見られ、誰にでも起こる病態です。しかし3回以上繰り返す場合は 1% 程度の頻度であり、両親に何らかの疾患が隠れていることもあります。血液検査で判明する疾患、子宮の形の異常、カップルの染色体異常などが原因として知られています。専門医療機関で精密検査を行うことも可能ですが、原因がはっきりしない場合も多いとされています。高橋夫妻の場合も原因が何なのか特定できなかったそうです。1981年10月9日、4度目の妊娠でようやく念願かなって生まれてきたのが高橋真麻さんだったわけです。3度の流産を乗り越えて誕生した高橋真麻さんは、両親にとても大切に育てられてきたといいます。父親の高橋英樹さんも高橋真麻さんが誕生した際には、この子のためにどんなことでもしてあげようと思ったのだそうです。そしてその通りに、高橋英樹さんは父親として温かい眼差しで高橋真麻さんの成長を見守ってきました。高橋真麻さんは2004年にフジテレビにアナウンサーとして入社し、報道番組やバラエティ番組など多岐にわたる活躍で世間から認知されていました。ちなみに高橋英樹さん夫妻の子育てについて、高橋真麻さん自ら赤裸々に語っていました。そんな高橋真麻さんも2018年12月には一般男性とご結婚され、2020年5月1日には第一子が生まれ、さらに2021年11月には長男を出産されています。ネットでは高橋英樹さんに息子がいるのではと注目を集めているみたいですが、高橋真麻さんが長男を出産したことから勘違いされている可能性が高そうです。高橋英樹さん夫妻は2019年に結婚45周年を迎え、いい夫婦パートナーオブザイヤーに選ばれるほどのおしどり夫婦姿を披露されています。しかもこれまでの結婚生活において夫婦喧嘩はわずか2回しかないとのことです。1回目の喧嘩は新婚1年目の時で、お互いに気を使いすぎたあまり妻には手を出さない、代わりに障子に大きな穴を開けてしまったと言います。2回目の喧嘩は結婚生活11年目の頃、子供高橋真麻さんへの教育方針をめぐり意見の食い違いから喧嘩へ発展したとのことです。和解は高橋英樹さんからの謝罪で、やっぱり男が謝るのが普通ですね、男はどうしてもわがままになりますからと男気あふれるコメントをされていました。また妻の小林明子さんは高橋英樹さんの浮気の可能性について聞かれ、ないと思います、あったら捨てますと笑いを誘っていました。夫婦の信頼関係は固い絆で結ばれていることでしょう。2023年現在も2人の夫婦仲は良好だと思われます。いかがだったでしょうか。今回は高橋英樹さんと小林明子さん夫妻についてご紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。